県が進める仙台両県の4つの病院を再編する構想について、県議会9月定例会は、今日から代表質問が始まり、論戦がスタートしました。村井知事の出身母体である自民党会派からも進め方について苦言を呈され、村井知事は独断ではないと反論しました。県が進める再編構想は、台白区の仙台赤十字病院と 名取市の県立がんセンターを統合して名取市に青葉区の東北労災病院と名取市の県立精神医療センターを経営主体を残したまま富谷市に移転し新たな病院を作る計画です県立精神医療センターの移転への反対を踏まえ村井知事は先月名取で民間病院を誘致する大案を示しました 県議会９月定例会では今日から代表質問が始まり、村井知事の出身母体でもある自民党会派からも独断ではないかなど苦言を呈する場面がありました。一番最初のきっかけはあの幹部会でです。これ本当の話なんです。幹部会で部長からですね、あのこういうことをお考えになったらどうでしょうかというのが。 決してです、ね、私が独断専行で、す、え、べ、ー、てを決めて打ち出したものでは決してないと4病院の再編構想をめぐっては、あす、精神保健福祉審議会が開かれ、医療提供体制の継続などが話し合われます。